はい、ここはですね、山梨県北杜市にあります、村上農園さんの生産センターに、お邪魔しています。このメンバーと今清水さんで見学をしようと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。ブロッコリーの中にスルフォラファンという、がん予防効果がものすごくあるスルフォラファンを発見された。これは1990年代、2回論文だった。ここからが全てのスタートで、今回さらにこれに超硫黄分子っていうのが昨年9月に発表されたので、ダブルの効果が起きました。ブロック成熟ブロッコリーを1とした場合、ブロッコリースーパースプラウト新芽の方は20倍になります。それは村上農園さんにあるってことですね、はい、そこら辺で売っている、申し訳ないですが売っている種と、アメリカのジョーンズ・ホップキンス大学が指定した種は全く異次元のやつです。その種で作ってるのはその村上農園だけ。村上農園だけ。はい、ということで川合シェフと日高が一品ずつ作ることになったんですけど、はい、川合さんはこれを選んだんだよね。そうですけど、もう僕は山梨ということで、山梨ということでマイクロハーブと選ぶ基準って何？いつもハーブっていうよりはもう本当にそのアクセントの一つにしちゃってるんで、その味の一つっていう考え方なんで、はい、川合さんこれディシェクのフェデリーニ、はい、冷たいパスタなんですか？冷たいパスタです。甘みとパスタがものすごく合ってて、いや、桃と合わせたことはなかったので、こんなにバジルの味が引き立つものだとは知らなかったので驚きました。マイクロハーブをこういうふうに使っていただけると生産者としても非常に嬉しいですこれに合いそうなスパイス、あのハーブを選んでいただけますか？はい、これをたっぷりと乗せてみようかと思います。プロが作るとこんな美味しいんだなと思ってすごく美味しいです本当はね、卵かけご飯にいろいろ合わせてみたかったので、ぜひ試してね。チャオ。チャオ。